ゆうぽん、え、今日こんなとこに呼び出しました。うん、何ですか。何を呼び出したかというと、はい、まさかの企画、ゆうぽんのアンチを呼んでみました。え、ガチアンチ、マジ、そしてヤンキー。え、こゆうぽん、ゆうぽん今までヤンキーとかって会ったことある？もちろん見たことは何回もありますけど、ゆうぽんね、絡んだことはないです。ゆうぽん、まあ嫌いではないらしいんだけど、うん、いろいろ聞きたいらしい。あ、なるほど。あ、視聴者さんってことでいいですか。まあアンチ。あ、なるほど、視聴者さんですね、はいはい、きっとアンチ。なるほど。まあ好きかもしれないけどね。あ、なるほどね。昔から見てるんだっていうこのこと。マジで。うん、ちょっと呼んだから呼んでみていい？あ、どうぞどうぞ。じゃあすいません、お願いします。あれ、おー、ガチユーポンだ。ガチユーポンじゃん。どうぞどうぞ。じゃあそこに座ってもらって。あ、すいません、すいません。あ、どうぞ。こんにちはです。アンチです。あ、アンチだと言われてしまった。アンチって。じゃあお名前を。あ、吉田です。吉田くん、アンチ歴かれこれ3年ぐらい。あ、長い。3年、長いね。結構前じゃん。ねえ、UFO 生まれる前だね。いや、何歳だと思ってる。何歳だと思ってたの。黒髪のキノコヘアから。あー、その頃から。確かに1年ぐらいだからね、金髪にしたのね。ちょうど1年前かな。そうだよね。ちょっとダサいな。やっぱダサく感じる。ダサい。もうなんか有名になってきたから。ちょっとなんか有名だったの。有名なのかな。こういうとぼける感じもね。ね、やだね。社員さんで。いやいやいや。何が一番聞きたい、ユーポンに。下手なのに何でどうぞこんなに揃えるの。あー、もうそれみんな聞くね。あるあるですね。そう、賞味野球の時に絶対一人はいるの、うん、めちゃめちゃ下手なのにいい道具使います。あー、確かに確かにね。それについてじゃあアンサーください、ユーポンさん。あ、これはもうあの動画受け関係なしに普通に言っちゃった方がいいですか。うん、普通に言っちゃった。あ、なるほど。純粋にね、うん、あれですよ、好きだから集めてるだけですね。野球道具が好きだから。うまい下手関係ないんですよ、道具に。マニアと一緒かな。ライター集めたり、ね、耳かき集めたり。うん、レアだな、そのケース。なかさぶた集めたりする人がいるからね。逆にちょっと怖いわ、そんなかさぶた集めてな。いない。いないよ。らしいですよ、なんか好きなものから集めるみたいな。いや、やっぱスニーカー集めてたりとかね、うん、あのトミカ集めてたりとか、いろいろいるじゃないですか。いや、いねえよ。いるだろ。それはいるだろ。トミカはいねえ。いるだろ。トミカはいないよね。ないですね。いないんかい。トミカは。ないですね。らしいです。どうです、なんか納得しました。いや、もうなんか典型的なアンサーだから。もうね、普通のね。いや、そうです。そんなもん知ってるよね。まあ、少年期のやつに聞いても大体そう答えるから。確かに。私もいいですけどね。まあ、この受けがつまんないっていうのもアンチの一つ。うん、大阪人なのにね。関係ないでしょ、そこは。で、なんか次ある。じゃあなんで堂々とこの東京に出てきたのか。おー、東京になんで出てきたのか。なるほど。あ、それはそうですね、こっちの方がやっぱネタも環境もありますからね。大阪は別にネタがないって言ってるわけじゃないんですけど、うん、あ、です。やっぱりどちらかというと野球やってる、野球系の YouTuber、TikTok か、うん、やっぱり関東多いですから。大阪実ってんの。いえ、そういう意味じゃ聞こえないね。うん、俺の大阪。いや、あんた関係ないだろ。あんた東京生まれ、東京育ちでしょ。いや、北海道育ちよ。どこだよ。どう、そんな感じで言ってるけど。まあ、お仕事もあるんだね。なんかその感覚になんか東京に出てきてもらっちゃう、こっちとしては。確かに、そんな軽い気持ちでね。あ、甘いなって、うん、こっちは東京で生まれて苦労してるんで。そう、縄張りがあるから。縄張りですか。そう、木とかによく。いや、そっち北海道ではよく木にこう爪跡とかつけるから。鳥かな。納得できないね、それじゃね。納得できないから。次、はい、次、まだある。やっぱじゃあ何より、うん、こんな下手下手アンチ来て、もうなんでこんな堂々と野球を続けてんだな。あ、この僕の野球、これはやっぱ野球人のプライドもあるだろうし、うん、俺自身野球やってたから思うけど、うん、うまいって思われたいし、かっこよくありたいのに、うん、なんで下手下手言われてそんな開き直って堂々と野球やってんだな。確かに。あ、開き直ってるつもりはないですよね。まあ、見てる人はそう思うかもね。うん、まあでも、でも実際野球始めたのはいつからだっけ。高校からですね。そうなんだよね、うん、あるね、事情があって高校からして野球入れなかったんですね。まあ、ありましたからね。で、高校から3年間野球やって、はい、3年間公式やって、今草野球して。そうです、そこから草野球、プロ草野球選手になりたいと。そうですね、らしいです。頑張ってください。はい、頑張ってください。興味な興味な。最後やっぱじゃあこうやって、まあ、対面したってことなんで、うん、じゃあアンチに先生どうぞ一言。先生どうぞ、うん、物申しでいただきたいと。確かに思いますね。ゆうぽんアンチについてどう思ってるの。いや、別に敵とは思ってもないですし、うん、嫌いな存在でもないと思いますよ、うん、もうそれは動画出してる以上そういうのも来ると思ってますし、うん、ね、いますから。アンチもね、そう、味方ですよ。そうだよね、視聴者です。なんならアンチの方がファンの可能性高いですよ。
確かにめちゃめちゃ見てくれてるな。逆に吉田君はもう実はファンなのかもしれない。確かにそんなことないですよ。目が泳いでるけど大丈夫か。ちゃんと動画チェックして。あー、めちゃめちゃ見てる。まあね、アンチっていうのはそういうことですからね。まあ、これね、見ますから。だんだん好きになって。そうです。実際、会ってみてどうでした、ユーポン。動画と、見てる感じと。まあ、キャラは変わんないなって、ちょっと腹が、ちょっと、ふつふつ。あー、ニュークリテキャラ変わってない、ふつふつと。あー、ちょっと仲良くして。あ、仲直りして。あ、じゃあ、すいません、え、こんなんで仲直りしたの。これから野球仲間ですよ。野球仲間、野球仲間です。野球人であれば仲間ですよ。いい、それで納得した。いや、してないです。あ、なんで全然納得できない。びっくりしたかったね。びっくりした。どうすれば納得するかな。そうですね、今度よくやってるじゃん、夢の三打席勝負ぐらいでも。あの、あ、吉田君も野球やってたんだもんね。俺がバッターで、ユウ君ピッチャーで。最近ストレート自慢の TikTok も上がってた。見てるね、はい、見てますね。弾き返してやろうかなと。あ、ちょっと今度アンチ呼んで、じゃあユーポン試合対決する。あ、野球やりましょうか。ユーポンピッチャーでアンチバッター 4,5 人集めて。あ、めっちゃおるな。多いな、結構多いな。聞けずにしちゃおるな。それやりましょう。はい、じゃあ次回は対決で、はい、対決で、ユーポンが勝ったら認める感じ。ちゃんとフォローします。あ、ね、ありがとうございます。そうだね、ありがとうございます。え、フォローしてないの今。してないんです。フォローしてないのにチェックはしてる。おすすめ割ってきて、そのままプロフィール飛ぶって。あー、そういう人多いかもね。でもプロフィール見てくれてるってことはもうファンみたいなもんですよ。フォローしてほしいよね。確かに。ユーポンが勝負けたら、うん、あの俺が好きな、あのピンクのバッグ、うん、動画あげよう。やるかなって。そう、一個ずつ減らしていこう。なくなりやないで。勝てばいい。まあまあね、まあ、勝てばいい。で、勝ったら相手の道具ももらっちゃえ。いや、それはちょっと申し訳ない。家とかもの、多いな、対象できるな。じゃあ次は対決で楽しみにしてますんで、はい、す対決するまではもうアンチ続くんで。あ、なるほど。じゃあそんな企画をこれから始めますんで、わかりました。皆さんよろしくお願いします。お願いします。それではないの、いつもないの終わり方。行ってみよう。しねえわ、なんで今から行くの。確率の問題ですから。あー、決に。I know, I know, this life ain't meant to be.